はい、ではユンショウの解説をしていきます。ユンショウというのは長方形に動いていると思ってください。横の長い線に対して短い縦の線があります。ここに手の動作が付け加わります。ではやってみますね。右手が横側に向けて小指側で押し出してる感じ、下の手は手のひらお腹の方に向けてる状態で、おへその方向はこの上の手の方向に向けるようなイメージです。ではここからいきますね。上下にまず入れ替えてみましょう。ぐーっと押さえながら持ち上げます。この両方の手の位置がどちらが向こう側でどちらが手前側かと迷っちゃうときは、物理的に考えましょう。腰がこちらの上の手の方向に向いているということは、上の手の方が長くて手前の手の方が短いです。この長いと短いを考えたときに、そのまま素直に入れ替えれば短いと長いが自然に入れ替わりますね。逆にこれを向こう側に行くのは大変です。ですから素直に上下に入れ替えてくださいね。ではここまで来ました。その次に下の手、押さえた手ですね。押さえた下の手は手のひらお腹の方に向けましょう。ここでイメージとしては赤ちゃん抱っこしてるような感じです。この感じですね。この感覚を持ってください。ですからここからもう一回いきますね。上の手と下の手を入れ替えたら、まず赤ちゃん抱っこするイメージです。そこから今度は横に回ります。腰が回りながら手が横に移動していきます。その時に上の手は単見えの時のように中指を軸にして親指が内側に回していきながら、外側に小指側で押し出すようなイメージです。この動作がユンショウです。これの反対をすればユンショウは完成するのですが、もう一度今のやつやってみましょう。まずここからいきますね。右手が上です。上下に入れ替えてください。まず赤ちゃん抱っこするイメージです。はい、では腰を横に回してください。中指を軸にして小指側で外側に押し出してください。はい、ではそのまま上下に入れ替えましょう。反対いきます。下の手をお腹の方に向けて赤ちゃんを抱っこするイメージです。そのまま腰をゆっくり回して、上の手首回転しましょう。中指が軸で回転して最後に小指側で押し出します。これがユンショウの動作です。最初のこの形に戻って1回と数えますので、ここから上下に入れ替えて、横に回して上下に入れ替えて、そして横に回して、ここで1回というふうに数えます。これは感化24式最強拳では3回出てきますので、まずこの3回を数えながらやってみましょう。ではここからいきましょう。右手が横からいきます。上下に入れ替えてください。まず赤ちゃんを抱っこしましょう。はい、腰を回しながら中指軸です。小指側で外側に押し出して上下に入れ替えます。下の手のひらはお腹の方に向けてくださいね。はい、腰を回しましょう。小指側で外側に押し出します。これ1回ですね。2回目いきましょう。上下に入れ替えて緩めましょう。腰を回します。小指側で外側に押し出してください。上下に入れ替えて緩めてください。下の手、腰を回します。赤ちゃんだここからゆっくり小指側で外側です。これ2回目ですね。上下に入れ替えましょう。はい、緩めます。腰を回してください。小指側で押し出します。3回目ですね。上下に入れ替えましょう。はい、緩めて抱っこです。腰を回します。では3回目が終わったら単面です。そのまま手のひらでゆっくり押して軽くつまんでください。下の手ゆっくり手首の内側です。はい、では中指軸にして回転していきながら最後に小指側で押し出してくださいね。ここで完成して単面です。はい、これがユンショウ3回の単面に入り方となります。では横から見てみましょう。斜め右方向、右手が上から始まります。両手は上下に入れ替えてください。下の手はお腹の方に向けて抱っこするイメージです。腰を左へ回してゆっくり手首を回転しましょう。小指側で押し出します。上下に入れ替えてください。下の手を緩めて抱っこするイメージです。腰を右へ回しましょう。ゆっくり中指軸で小指側外側です。上下に入れ替えて2回目に入りましょう。緩めて抱っこです。腰を左へ回してください。小指側で押し出して上下に入れ替えます。緩めて抱っこです。腰を右へ回してください。小指側で押し出して3回目いきましょう。上下に入れ替えます。緩めて腰を左へゆっくり回してください。小指側で押し出します。上下に入れ替えて緩めます。腰を右へ回しましょう。では単面いきましょう。押して軽くつまんで手首の内側から手の甲からゆっくり押し出してくださいね。ゆっくり回転です。小指側で押し出して緩めて完成してください。はい、これがユンショウ3回と単面の動作になります。では後ろから見てみましょう。両手は上下に入れ替えてください。下の手首を緩めて腰を左へ回します。中指を軸にゆっくり手首を回転して小指側で外側に押し出します。上下に入れ替えてください。下の手首を緩めて腰を右へ回します。手首を返して小指側を外側に。上下に入れ替えてください。下の手首を緩めて腰を左へ回します。手首を返して小指側で押し出してください。上下に入れ替えて手首を緩めます。腰を右へ回してください。小指側で押し出してください。上下に入れ替えて下の手首を緩めます。腰を左へ回します。小指側で押し出して上下に入れ替えて手首を緩めます。腰を右へ回してください。
では斜め右方向を押して軽くつまんで短命に入ります。手首の内側に添えましょう。手の甲からゆっくり押し出してください。徐々に手首を返して小指側で押し出してください。ではこれに足の動作を付け加えてみましょう。はい、では4章短命の全身の動き、手の動作と足の動作を合わせた動きをやってみましょう。まず4章は横に歩く、中国でツラシンブーという歩法になります。まずはツラシンブーという歩法からやっていきましょう。ツラシンブーは2つの歩幅があります。1つの歩幅は狭い歩幅で、拳が約1つ分ぐらい入るぐらいの狭めの歩幅、そして2つ目の歩幅はそれは腰の高さに比例した歩幅となります。ではやってみますね。まず拳の幅ぐらいの狭い歩幅を取ります。そして腰を若干落としてください。その時に気をつけなければならないのは、かかと側に重心があってつま先側に重心がかからないことです。そしてあまり低くしないようにしてください。これは鏡目ですから、皆様のこちらが左、こちらが右となります。感化24式太極拳のツラシンブーは左方向に移動していきます。ですから出す足は左足を出します。ではここから狭い歩幅から広い歩幅、いわゆる移動する時の歩幅の説明をします。まず左足を出す時に右足に全体重を移動します。全体重が右足に乗ったら左足をゆっくりかかとから持ち上げますね。そして歩幅なのですが、この腰の高さに対してどうやって歩幅を決めるかというと、この左足をゆっくりまず横に出します。つま先から着地します。そしてかかと着地するときに、この最初に狭い歩幅だったこの腰の高さをキープできる横幅です。ですからもし広く歩幅出してしまいますと、つま先は届くのですが、かかと着地すると同時に腰も低くならなきゃいけないんですね。これは先ほどの腰の高さに対して歩幅が合っていないんですね。ということは、この最初の腰の高さをこれぐらいとしたならば、この腰の高さをキープしている状態で全体重右足に体重をかけて、そしてこの腰の高さが低くならないような歩幅ということは結構狭いです。ほんの少しですね、これぐらいです。まずこれでつま先着地して、かかとを着地したとしても腰の高さが低くならないような歩幅、これがこの腰の高さに対する横への歩幅となります。そして必ずかかと側に重心を置いてください。そしてつま先かかとの順で着地をしたならば、ここから初めて重心移動していきます。全体重が左足に乗ったら右足をかかとからゆっくり持ち上げて、最初の拳一つ分ぐらいの歩幅に着地をします。そして重心をもう一度右足に乗せていく。そして同じように踏むことによって左足を持ち上げて、先ほどの歩幅ぐらいに着地をして、かかとまで着地、腰の高さキープです。そして重心移動していきます。そして最後にこの足はゆっくりかかとから持ち上げて、拳ぐらいの方まで着地をすると、これが横にあるツラシンブーの基本となります。ですので重要なことは、一つは腰の高さをキープするということ、そして二つ目にはかかと側に重心を必ず乗せることですね。これが重要なポイントとなります。では後ろから見てみましょう。右足に重心、左足ゆっくりかかとから持ち上げます。つま先が地面から離れて横に開いてください。つま先かかとの順で着地しましょう。かかと着地で腰を一旦緩めます。右足から左足に重心を押してください。左足にしっかり重心を乗ったらしっかり踏んで右足を持ち上げてください。拳の幅のくらいでゆっくり着地をします。つま先かかとの順で着地、狭い歩幅の中で重心を右足に乗せます。右足を踏んで左足をゆっくり持ち上げてください。つま先が地面から離れて横に開きます。腰の高さキープしましょう。腰を緩めてください。重心移動をします。左足にしっかり重心を乗ったら右足ゆっくりかかとから持ち上げてつま先を離しましょう。拳の幅の裏でゆっくり着地をします。着地をしたら狭い歩幅の中で右足にゆっくり重心移動してください。右足をしっかり踏んで左足をゆっくり持ち上げます。横に開いてください。着地、重心移動をします。しっかり乗せたらしっかり踏んで右足を持ち上げてください。つま先かかとの順で着地をします。緩めてください。はい、ではこの足の動きに4章までの形をつけていきましょう。まずは鏡面で行いますので、皆様のこちらが左、こちらが右となります。感化24式太極拳は4章は左方向に動きますから、こちらの方から左方向に動きます。両手は上下に入れ替えてゆっくり足を出しましょう。つま先かかとの順で着地です。ここで両手の上下が終わりますね。そしてゆっくり重心をしながら腰を回しましょう。斜め左の方向にゆっくり小指側で押し出して、上下に入れ替えながら後ろの足をゆっくり持ち上げて狭い方向で着地をします。緩めて腰を右へ回してください。小指側でゆっくり押し出して、
上下に入れ替えます。ゆっくり足出しましょう。着地をして緩めてください。腰を左方向に回してください。小指側で押し出します。上下に入れ替えて後ろ足ゆっくり引き寄せてください。腰を右へ回してください。小指側で押し出します。では背中の方、後ろの方から見てみましょう。右足に重心を乗せます。両手は上下に入れ替えながら左足ゆっくり持ち上げ、横に開いてください。かかと着地で緩めて腰を左へ回します。斜め左方向でゆっくり上下に入れ替えましょう。右足をゆっくり持ち上げてください。引き寄せます。着地をして緩めて腰を右へ回します。小指側で押し出してください。上下に入れ替えたらゆっくり左足を持ち上げてください。着地をして緩めて腰を左へ回します。小指側で押し出してください。上下に入れ替えたら後ろ足ゆっくり引き寄せてください。着地をして緩めて腰を右へ回します。小指側で押し出してください。はい、ではこのユンショをその前のその単面からユンショを3回やってその次の単面に入っていきましょう。ですから単面から始まってユンショを3回単面で完成となります。では片面で行いますので皆様のこちらが左、こちらが右となります。後ろ足にゆっくり重心を前の手を柔らかく下に押さえてください。腰を右へ回しましょう。前足つま先内側です。後手かけてはほどいて小指側で押し出してください。斜め後方でゆっくり上下に入れ替えて重心出しましょう。腰を左へ回したら左足かかとに乗ります。小指側で押し出して上下に入れ替えながら後ろ足ゆっくり引き寄せてください。狭い方まで着地します。腰を右へ回してください。ここで1回目の優勝は完成となります。上下に入れ替えて足を出しましょう。つま先かかとの上で着地をします。腰を左へ回してください。小指側で押し出して上下に入れ替えて後ろ足ゆっくり引き寄せてください。腰を右へ回します。ここで2回目が完成となります。上下に入れ替えて足を出しましょう。つま先かかと順で着地です。腰を左へ回してください。小指側で押し出して上下に入れ替えます。腰を右へ回してください。ここで3回目の完成となります。手のひらを全体で押して軽くつまんで後手を限りしましょう。下の手を内側で伏せます。腰を左方向にゆっくり回して90度の方向へ向かいます。左右の足が重ならない方向で向かってかかと着地しましょう。右足かかと蹴りながら小指側でゆっくり押し出して単面の完成となります。はい、ではこれを背面背中の方からやってみましょう。後ろ足にゆっくり重心を前ので柔らかくして乗せます。腰を右へ回して前足つま先内側に後ろでほどいて小指側で押し出してください。上下に入れ替えます。腰を左方向に回してください。小指側で押し出します。右足は緩めてゆっくり持ち上げながら両手は上下に入れ替えます。つま先かかとの順で着地してください。腰を緩めて腰を右へ回しましょう。小指側で押し出します。ここで一度の優勝が完成となります。上下に入れ替えながら左足ゆっくり持ち上げてください。着地をしてみましょう。腰を左方向に回します。小指側で押し出して上下に入れ替えましょう。右足を持ち上げて引き寄せてください。着地をします。腰を右へ回してください。ここで2回目の優勝が完成します。上下に入れ替えてください。左足ゆっくり持ち上げてつま先かかと上で着地です。腰を左へ回しましょう。小指側で押し出します。上下に入れ替えて右足をゆっくり持ち上げて引き寄せます。腰を右へ回してください。ここで3度目の優勝は終了します。では半面入りましょう。押して軽くつまんで後手を左手を内側に下げます。腰を左方向にゆっくり回して進行方向に向かって左右の足が交わらない場所にゆっくりかかと着地します。右足かかと蹴りながら小指を押し出してください。